第43回スーパーボールにおけるグッテル・ロジャース・トーキー・グッテルは NFL のコミッショナー。父親はニューヨーク州選出上院議員のチャールズ・グッテル。ニューヨーク州ジェームズタウンで生まれた。1971年に一家は同州ブロンクスビルに引っ越した。地元の高校に進学した彼はアメリカンフットボール、バスケットボール、 野球を行い高校3年時にはそのすべてでキャプテンを務めた。ペンシルベニア州のワシントンジェファーソンカレッジでは経済学を専攻した。1981年に NFL への就職を目指してニューヨークの NFL 本部に手紙を送り続けたが返事は来ず、それでも諦めずに彼は1982年にインターンとして NFL に入った。二千六年八月、 NFL のオーナー会議で4人の候補者の中から選ばれてポールタグリアブの公認として翌9月に就任した。2010年のオーナー会議での投票で2015年まで契約が延長された。その後2012年1月2018年シーズンまで任期が延長された。2009年7月、当時シアトルシーホークスヘッドコーチだったジムエルモーラと ワシントン州裁広報のレイニアさんにチャリティー登山を行い登場に成功した。2010年12月にはスポーツビジネスジャーナルよりスポーツビジネスにおける最も影響力のある50人の第1位に選ばれた。ありがとうございます。